男気じゃんけん。それは国老いかんせん清助の3人でお食事を楽しんだ時に行われていた野蛮で欲にまみれた神聖なる勝負。凄まじい勢いで勝ちを重ねていく清助、支払うことになると黙るいかんせん。そんな中、国老は戦いの中にある仕掛けを見抜いていた。ついに迎えた最終決戦。過去最高額の支払いを決める戦いの場で清助が見出した起死回生の策とは。次回東京ヒヤリハット。法則性、清助が飲む夜のコーヒーは苦い。いいから払ってくれ。お疲れ様です。お疲れ様です。これなんすか、どの動画ですか。これはですね、あれですよ、我々3人で外食することがたまにありまして、たびたびって感じ、その際はルールが決まってるんですけども、あれね、3人でご飯を食うときは、支払うのは誰か1人をじゃんけんで決めるんです。はい、じゃんけん勝った人が、いわゆる男気じゃんけんってやつですね。男気じゃんけんってやつですね。で、まあ、10回終わったので、ちょっとまとめて動画にしようかなと。ああ、そうか、それぐらいにはなるか。10回にはなってますね。なるほど、なるほど。そんだけです。え？だって、全部ネタバレにならん？あ、確かに。東京ヒヤリハット名物いきます？なんすか？苦しくなった時のイカちゃんのモノマネに頼るっていう。じゃあ、イカちゃんのモノマネでもう動画に入るから。イカちゃんのモノマネでも、イカちゃんのモノマネ100発100中だから。なんかいい、お題俺らがもう決めた方がいいの？いや、じゃあ決めてください。こち亀のりょうさん。ご覧の番組は好きなことで生きていく YouTube の提供でお送りします。もういいですか、前の日は何もなし。2020年、4月1日、国立を、ゴムの重量。国立を収束させるにはめちゃめちゃ円の稼がんでいたんですよ。最初、あ、ちょっと待って、勝ったやつね。勝ったやつが払う。あ、離れて。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、気持ち悪い。気持ち悪いよ。あ、いこうでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。先輩って出てる。はい、令和2年4月3日3日だ。多分7,000-8,000円。おめでとう。これはおごってあげたいな。最初はグー、じゃんけんぽい。ああ、なんてことを。おごってあげたかった。ボールは任せたよ。最初はグー、じゃんけんぽい。おお。次はアイコでしょうね。お願いね。はい。よし。ああ、もう。申し訳ない。ありがとうございます。お邪魔しております。よし、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 かっこいい。かっけー、かっけー。あー、イカさんになりたいわ。スライドでいいな、こいつ。お願いします。あ、じゃあ俺がこうしますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。よし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 。まあまあ今日は任しときなさい。一回も払ってない。一回も払ってない。おお。いい。最初はグー、じゃんけんぽい。ありがとうございます。なんか違う。まあ、これでバランスよく。よかったな。輝いてるな、やっぱ。いや。すいません、ここはさせてもらってください。背景にさあ降りて、いい寿司を食い。いや、
1人頭6000円つまり合計18000円一食で。今回は出したいな。今回は出さない。いやー、今回は今日ぐらい出させてくださいよ。いやいやいや、もう逆に普段お世話になってるから。いや面白いな、この時ぐらいお世話になってるから。あのマジで僕たちに負けるって出してください。いや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 、勝たせていただきますよ。じゃあコールお願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。くっそだ、覚えたかったな。いやもうぜひとも覚えたかった。もうじゃあくそ、今回は私がやったいや、美味しかったね。めっちゃうまかったですね。晩水、はい、1万5000円。うん、いや今日ね、イカちゃんがね、チャンネル開いた日だからね。今日は俺ですね、だから。いや、もう言われたい。うん、言わせてくださいよ。あ、でも7個と7個出せますもん。いや、もう全額払いたいから。それは俺もない。最初はグー、じゃんけんぽい。あー、7個と7個払いますか。いつ俺1払うんで、5払ってから全額払いたいから。そうっすか。最初はグー、じゃんけんぽい。もうもうこれ7個7個あいこでしょ。あいこでしょ。じゃあ払わせていただきます。払いたかったな、マジで。俺額やばくね。やばい、いや払いたかったな。やばい。この2回引いてるのやばい。やばくね。やばいなこれ。じゃあ決めてから。いや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 、いやもうさすがにそこはモラルで、なんかトッピング全乗せとか普段しないんだから。今日食券なんで食う前にじゃんけんですね。はい、あもう全部払ってあげるからいいよ。いやいやいや、そういう流れです。俺が一生養いますよ、2人は。プロポーズ。最初はグー、じゃんけんぽい。おー、あいこでしょ。おー、最初はグー、じゃんけんぽい。おい、あー、いやー、申し訳ないな、申し訳ない、申し訳ない。いやー、いや違う、今日じゃない、今日じゃない、今日じゃない、この人がこの人が勝つべきなの、今日じゃない。いやー、覚えたかったな。まあまあまあ、積み重ねがね、積み重ねが。いや、覚えたかったな。すいません、ありがとうございます。何でも食え、ありがとうございます。ビール。あー、降りてああ、若干久しぶりやね。あーしか言わないの面白くないですか。あ、最初はグー、じゃんけんぽい。あいこもお願いします。あいこでしょ。あー、払いたかった、払いたかった。最初はグー、じゃんけんぽい。うわ、かっこいいっす。おー、すごい違うな。だって今日これ何食べました？寿司です。回ってました？回ってないです。止まって見えましたよ。いや、やっぱかっけー、鍋まで食うて。かっけー、寿司屋で寿司食うて鍋食うて。で、俺らだけ酒飲んで。そう、俺らだけ酒飲んで。申し訳ねー。それ、ね、プロマンドです。
終わらせてあさすがだな。じゃあ、やめろ。何も勝てねえ。惜しかったですね。惜しすぎて黙っちゃった。いや本当に惜しかった。惜しかった。本当に惜しかった。素早かったな。え、いや、いいっすよ。いやいやいや。いいです。申し訳ないじゃない。いや、お互いのことを思うと、やっぱもう、しましょう。ああ、なるほど。平等に。みんな勝ちたいね。俺らはさ、はい、毎回毎回この、くだりさ丁寧にやってるやん、はい、でも動画にするとさこのさ、はい、くどいくだりをさ、はい、10回連続でやってることになる。ごめんなさい。じゃあやりましょう。まあでもね、コールお願いします。最初はグーじゃんけんぽい。うわ、最初はグーじゃんけんぽい。あー、申し訳ない。申し訳ない。赤信号は太郎。お前使えない動画にしようとしてる。次は第10回記念大会ですので、おでいつもよりは、おおおしゃそうです。えいっ。じゃあさ、まあ一応この次が第10回グランド大会じゃん。はいはいはい。公平を期してさ、はいはいはい、俺のじゃんけんテクを一応バラしとくよ。はいはいはい。清介くんは、はい、グーチョキパーの順番でしか出さないです。そうかな、うん、そうなんだ。さっきだからパーを出した。最初パー出したでしょ。だから次チョキなんや絶対。だからこの人に負けたかったら前回と同じもん出せばいい。なるほど。こういう人がいるからじゃんけんがもんなくなるんだよな。違う違う違う、条件は一緒。いやいや、後出しはしてないから。考えたくないんだよ。考えたくないのであればせめて2回連続とかは挟むべきだ。それ考えてますもん。マジで無理で、ね、あのラーメンの時、はいはい、ラーメンの時俺ね間違えたんよ。俺はこいつのと予測して勝ってしまったんよ。これ出すだろう。そう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 。だからね、動画を見返してもらうと分かるんやけどね。俺ね、あの逆のリアクション取っちゃってるよ。もう俺の中で決まってたから。最初はグーじゃんけんぽい。はい。ああ。申し訳ないな。申し訳ない。申し訳ない。いやー。ああ。違う。今日じゃない。今日じゃない。今日じゃない。この人が勝つべきなの今日じゃない。でよくよく自分の手を見たら、あ、勝ってしまうとると思って。なるほどな。だなんだ、やっぱ一応しっかり種明かしはしましたので。なんか変えません。まあだから、あ、まあ本当に本当にランダムなやつでもいいじゃん、うん、やっぱこう、いやでもここまで言っといて考えないんだから。いやだから無理なんですよ。だって俺多分4回目ぐらいから、4回前ぐらいからずっとなんかしようと思ってるけど、うん、分からんなってやめてますからね。いやそしたらもうあれじゃない。もうなんか お前だけなんかさ、ランダムグーチョキパー成績かなんか作ればいい。絶対に作ればいい。絶対にアプリで、はい、うん、それはお前が勝手に開発すればいいやないか。だから多分あるだろう。今度から俺 iPhone 画面出そうかな。でいいよ、もうそれでいいよ。それでです。じゃあ今週末かなんか行こう。第10回うわややな、グランド大会やりますので。ややな、お疲れ様です。ややな、銀だこでやりましょう。第10回大阪記念大会、今日はゲストもいらっしゃいます。全員の分払いたいね。よし、ま、一人ずーんってない。やばい。よし。あいつさ、じゃんけんがさ、致命的に弱いからさ、新兵器、じゃんけんマシーンが今勝ってる。手の選定を自分の意思じゃなくて、スマホの乱数によるらしいんです。バルナゴでいうところのサインが、俺にとってはスティーブ・ジョブズ。それスティーブ・ジョブズではないでしょ。いやいや、全く新しい革命的な手つって、これが出てくる。負けだから。I'm winner。フフ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 
払えるもん。大丈夫声入ってます。はいはいはい。もう手決まってるほら、はい、最初はグー、じゃんけんぽいあああああ移しましょう、移しましょあの今日食ったカレーのじゃんけんしてないっすわ。うん、確かに。今します。11回目。よいしょ。顔すごいことってます。最初はグー、じゃんけんぽい。払いてああ最初はグーじゃんけんぽい。今回も負けてしまった。神の引きのままだったんですけどねもう今消せ今消せそのアプリてか俺はもう二度とやらん俺はもう二度とやらいいから払ってくれ。この携帯 YouTube 向きですか。いや素晴らしいね。すごいな。もうマジでいらん。国老からのお願いです。この動画が少しでも面白いと思ったら高評価を、また見たいなと思ったらチャンネル登録、そして通知をオンにしていただくととてもありがたいです。